な、一緒にドラゴンを倒したのに。カーヤ殿がいなければ我々も今頃。熱を逃さず通気性も抜群の防寒魔法です。イシター様のお力添えで心も体も温まります。心までは温まらないのでございます。あー、サブ。この宮に入ってからほとんど人を見かけんぞ。我々以外にどれくらい上がってきているのやら。多分数えるほどだろう。そんな、ここはもう金剛の宮だぞ。つまりこの辺りだ。最上階、天空の宮はすぐそこか。気をつけて。ジル。あ、今は女の子が。どこに。いや、なんでもない。うわあ、危なかったな。寒くても寒くない。胸の内なる炎でこのくそったらない雪や氷を溶かし尽くしてやれ。ドルアンガはすぐそうだ。残った兵はこれだけ。ぼんやりするな、エサナ。特売の食用ミミズを買いそびれたババアみたいにブツブツ言おって。はあ、ケレブ様、兵が疲れています。知っている。この数で果たしてドルアーガを倒せるのでしょうか。わからん。だとしてもやるしかあるまい。ここまで来られた遠征は初めてなんだ。結果がどうなるにせよ、行けるところまで行って情報を集める。次に来る誰かのためにな。心配するな、潮時は心得通る。ケルブ様。ファティナの魔法がこんなにありがたいと思ったことはないぜ。何その言い方、いつもありがたいでしょ。いや、いつもはそれほど。うわぁ、嘘嘘、助かるって。あ、本当、うん、いやぁ、ご立派でらっしゃる、マジで。もうすぐ最上階よね。ああ。ドルアーガなんて倒せると思うの。たった三人で。ギルガメス王は一人で倒した。伝説の話でしょ。それにギルガメスは女神イシターの加護を受けていたから勝てた。たった一人でもね。だけど私たちはそんな便利な加護なんてないし、ましてや英雄なんかじゃない。英雄など元からいない。意志を持って戦い生き延びた者が後でそう呼ばれるだけだ。彼には神の加護があったとな。カーリンにも同じことを言ってやりなさいよ。確かに大金持ちにはなりたいわ。でも命の方がやっぱり大事。私がここで降りるって言ったらどうする？おい。ファティナがいないと困るな。どうだか信じられな。これで信じられるか。こんなのずるいよ。お前が必要なんだ。それは分かったけど。心配するな、倒せるよ。続きは今度ゆっくりとな。行くぞ。まあ、俺の立場は。お前もキスしてほしいか。なんだよそれ。冗談だ、頼りにしてるぞ。大したたらしだよ。やれやれ。悪い男、なりふり構わなくなってきたわね。続きは今度ですって。どの口で言うのかしら。うるさい。見なさいよ、あの子、あなたのキスにとろけちゃったみたい。本当の目的も知らないでかわいそうに。必要なことだった。必要ね。
本気でドルアーガ様を倒せると思っているの？本当のドルアーガは80年前に死んでいる。奴はもう神ではない。だとしても手強いわよ。問題はその先だ。用がないなら消えろ。あら、用ならあるわよ。大事なことを教えてあげる人は？大事なこと？夏が終わるわ。もうすぐ。カヤ、大丈夫？あったか魔法を使用していたからな。あれは精神力をひどく消耗するのだ。人ごとみたいに。ささ、カヤ様、クーパメの背中に。遠慮は無用でございます。それだったら僕が。お前衛は身軽でいろ。ごめんなさい。お前は疲れんのか？鍛え方が違うのでございます。ゴーレムみたいに頑丈なやつだな。もう補助魔法は使えない。氷の園を早く出なければ。アメイ、大丈夫だ。先を急ごう。おお、頑張るね。こりゃこのまま上に行かれちまうぞ。いかがいたしますか？弱い連中優先で上がってほしいからな。まずいおかずは食っちまうか。パズズだ、来るぞ。やろう、よくも抜けるけど。迎え撃ちましょう。いや、ダメだ。カリーの仇だぞ。パズズは風を使う。この地形で戦えば全滅するぞ。じゃあどうすんだよ。氷壁を登り切れば五分で戦える。逃げ切れると思う？難しいが急ぐしかない。寒い寒い寒い。こういう時は楽しいことを考えようよ。これからドルワーガを倒してブルークリスタルロッドを手に入れたらみんなどうしたい？また元気がなくなるような話題よ。どうしてさ、ロッドを手に入れれば何でも願いが叶うんだよ。たった一つだ。願い事は一つだけだと言われている。たった一つだから、みんな利害の一致したパーティーを組んで先を争うぞ。大抵の目的は金銀財宝だから山分けできるしな。そうだったのか。知らなかったのか？うん、僕はてっきり頑張った人はみんな願いが叶うんだとばかり。いくら伝説の秘宝でもそこまで虫のいい話があるわけ。待ってよ。じゃあもしロッドを手に入れてもこの中の誰か一人の願いしか叶わないってこと？だから元気がなくなると言ったのだ。私の願いは金品でよしとしよう。アーメイ殿はよく知らんが金ではなさそうだ。カーヤ殿は不治の病の弟だったか。クーパーはまあどうでもいい。お前の古代妄想もだ。とにかくみんなバラバラなのだ。目的の異なる寄せ集めの我々がこれ以上の危険を犯す意味がどこまであるのか。任務でここまで来た軍の連中とは違うのだ。そんな、これまでみんなで力を合わせてきたじゃないか。これまではな。だからといってこれからもとは言えんだろ。まあ心配する必要はないかもしれん。最後に生き残った者が考えればいいことだ。一人でも残れば上等だろうがな。旦那様！うわ、何を。そんな恐ろしくて残酷なことを言わないでくださいませ。皆様が死んでしまうだなんて。クーパメはそんなの嫌でございます。私を悪者扱いするな。そうなる前に諦めて引き返すのも手だと言っているだけだ。だったらお一人でお逃げなさいませ。負け犬の没落貴族にはお似合いの生き様でございます。なんだそれは。結局お前はどうしたいのだ。勝手にお考えなさいませ。何を怒っているのだ。お前はどうしたいか。あなたはどうしたいの？僕はロッドの力なんていらないんです。ドルワーガを倒せればそれでいい。どうして？邪神だから。ドルワーガがあなたに何か悪さをしましたか？そ
それは。ただの英雄ガンモ。あなたはお父さんの不名誉を自分の剣と盾で晴らしたいだけ。そんな気持ちでは本当のドルアーガは倒せませんよ。それに英雄になった後も人生は続くんです。幸せになれる保証なんてどこにもないの。ギルもそうだった。ギルガメソウが。でもよくここまで登ってきましたね。この子も一途なところは彼譲りかしら。教えてください。あなたは一体誰なんですか。僕を見守ってるのなら。私は塔の亡霊。彼をずっと待っている。心から愛するあの人。ま、早くみんなを起こしなさい。あなたのお兄さんが危ないです。ニーバが危ないって一体。前から気に入らなかったんだよ、お前のその面がな。奇遇だな、俺もだ。痩せ我慢は体に良くないぜ。助けなくちゃ。だが、どうやってあそこに行く。自慢ではないが、私は飛行の魔法など一切使えんぞ。カーヤ、軽量化は使える。まさか飛び移るおつもりで。無謀だ。身を軽くすれば届くかもしれない。少しは使えます。でも危険を冒す前に教えてください。あなたはこの先何をしたいのか。ロッドを手に入れたらどうしたいのか。それはお兄さんに託してもいいことなの。こんな時に早くしないとニーバたちが。お願いです、答えて。そんなのわからないよ。早く魔法をかけてくれ。わかりました。しかしわからんな。お前の背後には国王派も宰相派もいないようだ。だとしたらなぜロッドの秘密を知っている。後援者は誰だ。何のことかな。スーマー、旧スーマール派だな。今でもバビリム派に立てつくバカどもだ。さあね。だが俺も気になる。貴様が運んでるあの棺の中身は何だ。決戦兵器さ。対ドルアーガの。どうでもいいだろう。そろそろ死ねえ。味玉にをするじゃないか。くたばっちまいな、ニーバー。行くぞ。なら確実に死んでいたぞ。たまげたバカ力でございます。お前が言うな。このまま登る上で合流しようとのことでございます。ジルめ、勝ってばかり言いよって。
お前に助けられるとはな。困った時はお互い様だよ。それは世間の常識だ。この塔は違う。え？お前にはお前の仲間がいる。俺のことなど見捨てるべきだった。どうしてさ、こうしてみんな助かったのに。なんでお前。いや、もういい。兄は、僕は思うんだけど、いっそのことパーティーを。一緒にはならない。でも三人だけじゃないか。それならみんなで協力すれば。ダメだ。俺の目的はお前とは違う。お金？違うんだろ？じゃあ一体。お前こそどうなんだ。お前は一体何がしたい？教えてやろうか。お前には欲しいものなど何もないんだ。親父と一緒さ。英雄ごっこができれば満足なんだよ。だから俺の仲間にはなれない。それどころかお前は本当の意味ではあの連中の仲間でさえないんだ。違う。この俺には待望がある。他のどいつもこいつもあのパズズにさえもだ。だがお前にはない。断言してもいい。そんな半端な気持ちで幸運の上にあぐらをかくならお前の仲間が必ず死ぬぞ。必ずだ。死なせるものか。僕が命に変えても守ってみせる。そういう言葉を軽々しく言うな。行け。二度と俺なんか助けようとするな。惨めだな。ジルガか。まさか。待てジル、我々に言うことはないのか。何それ。お前が前衛の仕事を放り出したおかげでどれだけ大変だったか。あの状況じゃ仕方ないだろ。なんだと。お前はメルト。ふん。何ジルさん、さっきの質問の答えをまだ聞いてません。質問、なんだっけ。いえ、ならいいです。あと4人ね。見ればわかるわ。ここが天空の宮。本当にこんな場所にドルアーガがいるの。他の魔物も全然いません。アヌの夏の影響かもしれない。本当はもっと危険なフロアのはずだが。やれやれ、わからんことだらけだ。誰も生きて帰ってきたことがない領域なのだ。知らなくて当然だろう。もうちょっと緊張感を持ってくださいませ。ここは邪神ドルアーガの住処。たどり着けただけでも奇跡のようなものなんでございますよ。やかましい。そう言われてもただの空き家ではないか。でも変だ。静かすぎる。ここが天空の宮。もうすぐよ。ほら。慈愛の女神よ、冥界の主よ。これは。バカな。
先のはずだ。こんなに早く、なぜだ。何か始まった。これは、まさか障壁が崩れる。それに魔物があんなに。なんだってんだこりゃ。夏が終わった。終わったんです、アヌの夏が。そう、ピクニックはもう終わり。帰りたくても帰れない。時間さえない。彼らは神と戦わなければならない。たったあれだけの数で、たったあれだけの志。僕らはただ見上げてるだけじゃない。わずかに残った盗聴者に課せられたのは、あまりにも強大な敵との対峙でした。次回、ただ一枚の盾として。ジルさん、あなたは何になりたいの？